どうも皆さんこんにちは。ゆっくりのマリサだ。ウプ主のヨッシーです。さて、今年も残すは半分。また3ヶ月経ったし、ウプ主にはあれをやってもらいますか。あ、もうこれ恒例行事になるんですね。お前がちゃんと投稿してればやらなくてもよかったんだがな。すいません、喜んでやらせていただきます。というわけで今回も視聴者のみんなから募集した2023年春映画をまとめてレビューしてもらうぜ。たくさんのリクエストありがとうなんだぜ。それでは早速、まずは1本目はこちら。ザ・フラッシュ。1本目は DC 映画最新作のフラッシュだな。いやー、ようやく公開になりましたね。DC でも屈指の人気キャラの一人で、DC のドラマシリーズであるアローバースでも主要キャラとして活躍してて、日本でも結構知られてるヒーローだと思うんですけど、ようやく単独作公開となりましたね。なんかめちゃくちゃ公開延期しまくってたもんな。最初は確かアクアマンの次に公開予定だったのが、DC の度重なる方向転換とかコロナとか、あとは主演のエズラ・ミラーのやらかしとかでどんどん先延ばしになってましたが、ようやくといった感じですね。とはいえ事前の評価は高く、あのトム・クルーズも太鼓判を押してたにもかかわらず、アメリカの方でも公衆はいまいちらしいですね。エズラのやらかしとか DC ユニバースの仕切り直しへの反発とかいろいろあったし、離れていったファンも結構いそうだよな。だからこそジェームズ・ガンを軸にこれからしっかりブレずに続けてほしいところです。で、肝心の映画自体はどうだったんだ？評判通りかなり面白かったですね。特に序盤のアクションシーン、ジャスティスリーグの面々が活躍するところは最高で、フラッシュの赤ん坊レスキューやバットマンのチェイスアクション、サプライズも含めて DCU をずっと追ってきた身としては、こういうのがずっと見たかったんだよと思うシーンでした。ジャスティスリーグ以降単独作があったアクアマンとワンダーウーマン以外はほとんど出てなかったし、ようやく時間が動いた感じがあるよな。バリーアレンを演じるエズラ・ミラーの演技力も素晴らしかったです。本作では過去のバリーと合わせて一人二役を演じてますが、見事に演じ分けていますし、やらかしてしまったせいで悪い印象もありますが、やっぱりフラッシュはハマり役ですね。アクションシーンはどれも DC らしく豪快でかっこいいアクションばかりですし、特にバットマンのアクションがキレッキレで素晴らしかったです。あと同じマルチバースを扱ってるアクロス・ザ・スパイダーバースとは、いろいろ共通点も多いんですけど、ヒーローになる上で通らないといけない悲劇という運命に対して、完全に麻薬の答えを出してたのは面白かったところです。日本では同じ日に公開になったのも運命を感じるよな。ベン・アフレックのバットマンが久々に見れて最高でしたし、マイケル・キートンのバットマンに殺し屋風のスーパーガールも良かったです。全体的には非常に楽しめた作品ですし、DCU の中で5本の指に入るぐらいには好きな作品ですが、いろいろと気になるところもありました。一番は歴史を変えたら大変なことになってしまうと学んだはずなのに、結局最後に歴史を改変して父親を救ってしまうところですね。過去に行った経験から得た情報で父親を救って、結果的には世界は完全には元には戻らず変わってしまったとかならまだ良かったんだけど、あの結末だとちょっと台無しじゃないかとは思いました。あとせっかくのスーパーガールの扱いがなんかかわいそうでしたし、今後登場する可能性もあるみたいなのでどこかで救ってあげてほしいですし、仕切り直すのに DCU の要素を微妙に使い回そうとしてたり、中途半端な仕切り直しにならないかちょっと心配ではあります。まあその辺はジェームズ・ガンがうまくやってくれることを期待するしかないな。とはいえ、ヒーローたちの活躍は最高にかっこよかったですし、コメディとしても笑えるところが結構あって非常に面白い作品でした。監督のアンディ・ムスキエテは新しいバットマンの監督も手掛けるらしいので楽しみです。DC ユニバースにとって非常に重要な一本。ぜひ劇場でご覧ください。では続けて2本目はこちら。東京 MER が見たいです。人気テレビドラマの劇場版だな。ウプ主とかこの手のドラマの映画化って大体合わないけどどうなんだ？正直予告とか見た感じ、邦画によくある泣かせようとする演出もりもりのやつだろうなとあまり期待してなかったんですけど、いい意味で期待を裏切られました。内容自体は医療ものとしてはベタというかありがちな感じで、先の展開とかは結構読めちゃうんですけど、脚本がしっかり丁寧に作られてますし、緊急事態にダラダラと揉めたり感傷的な話を始めたりといった、邦画にありがちなダメなところとかも少なくイライラせずに見られました。それにテレビシリーズ全然見てない人でも問題なく楽しめるようになってますし、医療シーンとかすごい手際よくスピード感があって、プロフェッショナルって感じが出ててよかったです。テレビドラマスペシャルの域は出てないですが、一つ一つのクオリティは高くファンから新規の人まで楽しめるいいエンタメ作品だと思います。結構ヒットしてるみたいですし高評価も納得の一本ですね。はいはい、続いてはこちら。ライオン少年。次は中国のアニメ映画だな。去年字幕版が公開されてましたが5月に吹き替え版も公開されて、僕は吹き替えの方で見てきました。吹き替えは普通に良かったですね。主役の少年は炭治郎でおなじみの花江夏樹、師匠のおじさんは山ちゃんと、バッチリ合ってて文句なしでした。伝統芸能の獅子舞が題材の映画なんだよな。そうですね、僕は獅子舞については全然知らないので細かいことはわかりませんが、もちろん獅子舞知識ゼロでも楽しめる作りになってます。内容は超ストレートな王道スポコンもので、負け犬たちの物語としてもかなり面白いです。
なんか今年は負け犬映画の傑作が多い印象だよな。この映画もそれらに負けないぐらいの傑作ですよ。お話自体はスポコンものとしてはベタといえばベタで先の展開は読めるんですけど、脚本がしっかり丁寧に作られててしっかり面白いですし、分かっていても胸厚な展開が豊富でシンプルに面白い。ロシャオ聖戦記とかも面白かったですし、中国アニメも舐めちゃいけないですね。はい、それでは次はこちら。サイコパス、プロビデンス。サイコパス最新作行ってみよう。そういえばこのシリーズ扱うの初めてでしたっけ？一応テレビシリーズも映画も全部見てる程度にはファンです。今回は3期の前の話なんだよな。そうですね、2期の後を描いた SS シリーズ3部作と3期の間を描いた話で、3期で謎だった部分を解き明かしていく物語でもあります。3期はいろいろよくわかんないまま終わったところがいくつかあったもんな。特にシリーズの顔である常森茜が捕まってた理由が謎のままだったのはかなり不満でしたので、そこがようやくスッキリした作品です。それにファンとしてはシリーズの主要キャラが総登場するオールスター作品としても楽しめて、それぞれのキャラにある程度見せ場があってよかったです。特に個人的に地味に好きなスゴーさんがまさかの大活躍でテンション上がりましたし、僕最近まで SS の2作目見てなかったので直前にちゃんと見ておいてよかったです。常森茜の物語としても集大成となっていて、法律というものを誰よりも重要視してる彼女が、その法律自体を守るために皮肉にもあの決断を下すという、非常に重い結末も納得のものでしたね。ただ本作と3期ってこの順番で良かったのかはやっぱり疑問です。本作を見た後でもやっぱり3期は微妙だったなと改めて思いました。でもまあ続きは気になるよな。そうですね、3期の新キャラたちも結構好きですし、4期か映画かはわかりませんが続きはぜひやってほしいです。ほい、それでは次行ってみよう。東京リベンジャーズ2。実写版東京リベンジャーズ、前後編まとめてやってもらいましょう。はいはい、まず1作目の話から、個人的に1作目はかなり高く評価してます。ちなみに最近まで原作やアニメには一切触れてなかったので後編見る前にアニメ1期を見ました。で、改めて実写版はよくできてると思ったのと同時に、実写映画化にかなり向いている作品だと思いましたね。まあヤンキー漫画だしある程度は無理なく実写化できるよな。それもありますし、1作目の範囲は1本の映画に収めるのに量的にも内容的にもちょうどいいんですよね。多少伏線は残していますがヒロインであるヒナを一旦救うことができてますし、ダメダメな人生を送ってきた主人公タケミチのリベンジとしても綺麗にまとまってて、1本の映画として見事に収まってたんですよね。連載漫画はちょうど1本の映画に収めるのが難しい作品も多いし、それで失敗してる作品も多いけどこれは相性が良かったというのは大きいよな。役者陣もハマってますしアクションも見応えあってかなりよくできてた1作目だったと思います。ただ今回の続編2部作に関しては映画に収める難しさが出ちゃってる感じです。そもそも前後編に分ける必要があったのかも疑問で、どちらも上映時間が90分ぐらいだから頑張れば2時間半ぐらいで収められそうですし、原作通りだから仕方ないところもあるとはいえ、切りどころが悪くてそれぞれ単体の映画としては微妙な構成になってます。特に前編に関してはヤンキー映画の見どころである喧嘩シーンがかなり少なくて、悪い意味で後編に繋げるためだけの前編になってて単体の映画としては物足りない出来になってますね。後編へ繋げることが前提とはいえある程度は一本の映画としての満足感は欲しいよな。今年は同じ前編でもワイスピやスパイダーバースは十分満足感のある作品が結構あるし、それらと比べると厳しいか。まあ前編がドラマパート中心だった分、後編は思いっきりアクション中心に楽しめたというのはあります。アクションはいいですし全体のクオリティは前後編どちらも高いです。かなり原作に忠実なので変な改編とかもなく楽しめると思います。ただ地味に無駄なシーンとかもあるからやっぱり頑張れば1本でできた気がするんですよね。でも今の日本映画ではそれは尺的にも予算的にも難しくて、2本に分けたのかもしれませんね。そういう前後編のやり方は考えた方がいい気がしますし、あと今回の話って1作目と違って話はまだ途中で、マイキー君の闇落ちは不正だけど死人は出るし一番の元凶は健在だし、一番の目的であるヒナの死を防ぐ件も達成されてないから、俺たちの戦いはこれからだみたいな終わり方になってるので、すっきりしない終わり方ではあるんですよね。続編あるのか知らないですけどあの終わり方だと続編どうするの？って感じだし、実写化としてはよくできてるんだけど、やっぱり映画にまとめるという点では難しい作品だったと思います。とはいえ実写化の中では全然よくできてる方だと思いますので、普通におすすめの作品です。はい、次はこちら。狼狩りお願いしたいです。韓国のスプラッター映画狼狩りだな。船で輸送中の凶悪犯たちと警察、そして謎の怪物との壮絶な戦いを描いたサバイバルですね。韓国映画らしい景気のいい作品といいますか、凄まじい勢いとえげつない方法で次々に殺されていく豪快なスプラッター映画です。間違いなく今年屈指のグロさと出血量ですし、プーさんがいい勝負ってところですかね。グロいのダメな人には絶対おすすめできない作品ですけど、
とにかく景気よく人をぶっ殺しまくるのを楽しむ映画としては最高ですし、登場人物の中でもこいつは終盤ぐらいまでは生き残るだと思ってたようなキャラでも、軽く惨殺するやべえ映画ですので、誰が生き残るのかみたいなドキドキもあって非常に面白い作品でした。あと劇中に登場する怪物とかもバイオのタイラントみたいでよかったです。韓国はいい意味でエンタメに振り切ってる作品が結構あるから楽しいんだよな。今回も B 級スプラッターとして振り切ってる映画なのでこういうジャンルが好きな人にはおすすめです。なんか続きあるような終わり方だったのでぜひ続編をお願いしたいです。では続けてこちら。海島お願いします。犬鳴村などでおなじみ清水崇監督の新作ホラーだが今回はどうだ？意味わかんねえ、以上。では次の作品はこちら。いや待て。お前いくらなんでもそれはないだろ。せめてもうちょっとなんか言えよ。いやだって本当に意味わからないしつまらないしで逆に語ることがないというか、村シリーズはまだ一貫したテーマ性があって一部光るホラー描写とかもあったんだけど、今回に関してはそれすらないんでシンプルにつまらないだけなんですよ。Jホラーにメタバースという組み合わせは面白そうと思ったら全然活かせてないし、意味不明なところが多すぎてどうでも良くなってきちゃったんですよね。プーさんとかはまだネタにできるけどこっちはネタにもできないレベルだし、村シリーズ結構好きで少し期待してただけに残念な作品でした。清水監督今年はもう一本ホラーありますけど大丈夫ですかね？それではラストはこちら。リバー、流れないでよ気になるんでお願いします。最後は劇団ヨーロッパ企画の新作だな。ドロステの果てで僕らのスタッフがまたタイムループものをやるということで、めちゃくちゃ期待してたのですが、期待通り超面白かったです。たったの2分で時間が巻き戻ってしまうタイムループに閉じ込められた人たちのドタバタコメディで、2分しか動けないという制約の中に凄まじいアイデアが詰め込まれてて、めちゃくちゃ楽しいんですよね。多少コント感はありますが、登場人物たちの軽いノリの掛け合いもすごくいいですし、ドロステと同じで計算され尽くした構成が本当に見事だったと思います。2分間をそれぞれワンカットで見せる手法もいいですし、こういうワンアイデアを練りまくって見せていく映画は大好きです。90分もないタイトな尺もちょうどいいですし、最高に楽しい作品でございました。ワンカットとタイムループがヨーロッパ企画の個性になってきてる感じだし、これからもこのスタイルでいろんなアイデアを見てみたいよな。次回作はどんなアイデアで来るかとても楽しみです。というわけで今回はここまでです。たくさんのリクエストありがとうございました。リクエストしてくれたのに答えられなかった映画もあって申し訳ありませんが、ランキング動画とかで触れるかも。次回は2023年上半期の映画ランキングと、視聴者投票の結果も発表するのでお楽しみに。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。